皆さんこんこにちは REKA の島田です医療介護経営コンサルタントの「看護師介護士のリーダー管理職研修」というビデオ分かなんですけども今回のテーマは利用者スター,カー計画と、まあ、ちょっと、えー、利用者介護のですね利用者にちょっと絞ってみようかなと思ってるんですね。で例えばですね、まあ、いろいろ介護施設のコンサルティング私たちさせていただくんですがあ介護施設のコンサルティングを私たちにさせていただくんですが。 それれれレクリエーションンでででああイベントであれですね非常にこの汗をかき一生懸命やってる職員というのがいるんですね。なはたみに見るとです、ね、主人公は職員なんですよ。で利用者が受け身になってるわけですね。であのこのアクティビティケアという考え方がありますよね。このアクティビティケアという考え方でいくとですね利用者をスターにして利用者が自ら動き自ら輝くようにしむけることこれが大事だと思うんですね。まあ、あ今この 終了しているのが平成二十八年の六月なんですけども、あのこのとここはですね、今あの安倍首相があの一億総活躍社会を作ろうなって言ってる時なんですね。まあ、えー、そういうことなんでしょう。で、そのためにはね、その利用者の得意技とか嗜好性とかをちゃんと施設側が把握してですね、その個性を施設のいろんな企画やイベントレク、えー、施設環境などに活かしてほしいわけですね。 例えばある女性の利用者は昔菓子作りが好きだったと。ならば実際に他の利用者ともにですね料理,をし料理を指導してもらって出来上がったらみんなで食べるということも一つの,あのやり方ですよね。でこの場合のポイントはですねこの書いてますね利用者を先生扱いするということですね。 ただ利用者を表立ててやっていなくて利用者を指導者先生にも持っていくとこれが自分が活躍するんですね活躍するっていうふうに思、えー、っていくわけですね。というのはね人というのは自分が認められればやる気になっていくるというのは変わりませんよねで。さっきの人は例えば利用者にある得意技をみんなの前で披露してもらって先生扱いするそして職員はですねそのことをとことん褒めます。素晴らしいです、ね、まるまるいいでですすねって。ね で当然、まあ、褒め方もね工夫してもらわなきゃなんないんだけどそしてねそれが終わったらその時点でね普通に褒めますでしょああありがとうございますさんなんとかん素晴らしいですねってだけじゃダメなんですそれだけじゃダメなんです帰り際もしくは翌日の朝もしくは翌日の昼にそれぞれ違う職員にも褒めるように仕向けるんですねこれはどういうことかって言ったらば多くの利用者はですね自分が認められた自分を役に立ったと思えば まますすそれも今目の前でやった職員さんが「なんとかさんすごいですね素晴らしいですね」って褒めてくれたこれはこれで嬉しいんだけど翌日違う職員さんが「あなんとかさん昨日はこういうことされたんです」って「素晴らしいですね」って褒めてくれた。昼になったらまた違う職員さんが「あのなんとかさんこんなことされたんです昨日すごかったですね」って褒めた。 褒められたらどうなるかって言ったらば確実に喜びます。確実に前向きになります。一人の人間にだけじゃダメなんです。三人から言う。その三人から褒められるためにどうするかと言ったらば担当職員さんがその他の言ってほしい職員さんに電話すんですね。あ、なんとかさんいい。 今日利用者の、ね、A さんがこういうお菓子作りをこんな先生にしてくれたのこんなできたのってで私は今日あ,のありがとうって褒めたんだけどあの A さん明日の朝朝礼が終わった後とラウンディングす時に褒めてくれないで,で B さん B さんはあの明日の朝昼の中小休憩の時に褒めてくれないっていうふうに出回ししてたんですね。まあいやテクニックっぽく聞えるあの聞こえるでしょうけどもでも人と手です。要は、ね、この、まあ会 とか個,性えー、個別性によってねできる範囲っていうのは限られてますけども職員が汗を流すだけじゃなくて利用者をスターにすることがね非常に大事な時代じゃないのかなと思うんですね。本当にとに、あのー、利用者に頑張ってもらおうというためにねい今,今お話ししたことは日常の介護支援活動でも使えると思うんですで人もですね、えーまあ、参考にしてもらってね 利用者をスターにしてみようということですねまあ、あと考えられるのは職員をスターにするということですねまあ今日は利用者のスターカー計画ですけどもちょっと参考にしてみてください以上です